ボコボコと音を立てて海に湧き上がる土、混沌とした沼、天地はまだ一つであった。イザナギとイザナミの神は天のぬぼこで沼をかき回し、その矛先から滴り落ちた雫が固まり淡路島となった。それが日本の国の誕生、国生みの神話である。日本の神話の中で最も美しい女神はこの花咲く夜姫と言われている。この花咲くとは木の花、桜の花が咲くように美しく儚いという意味を持っている。富士山から桜の種をまいて花を咲かせたというこの花咲く夜姫。桜は日本人が大好きで特別な花なのだ。久方の光のどけき春の日に、沈む心なく花の散る乱、木のとものり。フランス柔道の父と呼ばれている川石幹之助、姫路の造り酒屋の五男で、小さい頃から柔道に励みアメリカに留学し、勉学の傍ら柔道を指導していた。その後フランスに渡り、1935年パリで日仏柔術クラブを創立。外国人にも分かりやすいように川石メソッドを作り、稽古の励みになるよう柔道の帯に色を加え、その色で上達の程度が分かるようにした。これが後の柔道着のカラー化につながった。最初の弟子の中にノーベル賞を受賞したキュリー夫妻の娘婿がいた。フレデリック・キュリーは後にフランス柔術クラブの名誉会長になっている。戦争により一時帰国を余儀なくされた川石は、戦後パリに戻り、フランス柔道連盟の技術指導を務め、フランス柔道のために一生を捧げた。今はパリ郊外ロバンソン墓地に眠っている。昨年の東京オリンピックでもフランス柔道代表選手団のホストタウンは川石との関係から兵庫県姫路市だった。多くのフランス柔道家が東京オリンピックの舞台で活躍し、フランスのブシャール選手と阿部詩選手との金メダルをかけた延長4分半余りの激闘の試合は印象に残るシーンだった。
日本を代表する伝統芸能歌舞伎、すべての役は男性が演じている。その対局ですべての役を女性が演じ、音楽と踊りが一緒になった演劇が宝塚歌劇である。1911年に誕生し、日本初のレビューはパリを舞台にしたモンパリ。100年余りの歴史の中で生まれたトップスターは、退団後女優、ミュージカルスター、歌手として活躍する人もいる。中でも日本のシャンソンの女王と呼ばれた越路吹雪は、日本語に訳された多くのシャンソンを彼女の独特の歌声で語り、1950年代から70年代にかけて愛の賛歌、サントアマミ、ろくでなしなど大ヒットさせた。多くのシャンソンを日本人に馴染み深い音楽として広めた。世界的なファッションデザイナー高田賢三、パリの息子と称されるほどパリで愛された日本人デザイナーだった。1939年、姫路に生まれ、三味線や長唄の流れる城下町で日本文化を肌で感じていた彼は、26歳でフランスに渡り、1970年パリでブティックを開いた。和の特徴を取り入れ、開放感あふれる賢三の服はたちまちパリっ子の心を捉え、プレタポルテの時代を築いたリーダーとなった。番号札を持ってモデルが歩く、それまでのファッションショーのスタイルを現在のように大会場で音楽を流して服を見せるようにしたのも賢三だった。日本ではアテネオリンピック日本選手団の公式服装、宝塚歌劇の舞台衣装、そしてふるさと姫路市の文化コンベンションセンターのどんちょうのデザインなど幅広く創作し、最近ではホーム&ライフスタイルの新ブランドをスタートさせていた。そんな賢三を2020年10月4日突然天国へ連れて行ってしまったのは新型コロナウイルスだった。人のために何かをしたい、そして常に自分の夢に向かって歩んできた人であった。高田賢三さんと新型コロナの多くの犠牲者の皆様に哀悼の意を捧げたいと思う。
日本の漫画の神様と呼ばれている手塚治虫は1928年に生まれ、医者になるべく大学に進んだが、漫画家として多くの作品を描き、1963年日本で初めてのテレビアニメ鉄腕アトムを制作した。宝塚で20年を過ごし、母親の影響で宝塚歌劇にもよく通ったそう。手塚は子供の夢を何よりも大切にした。そして科学の進歩に負けない心の進歩の大切さをメッセージとして多くの作品を作った。手塚作品に影響を受けた漫画家、アニメ作家も多く、日本のアニメが世界から注目されるようになった礎を築いた人である。フランスのアングレーム国際漫画フェスティバル2018では、手塚をテーマにした治虫手塚漫画の神様が開催された。ワンピース、ナルト、進撃の巨人、エヴァンゲリオンなどなど、日本のアニメは今も世界から、そしてフランスの若者たちからも高い支持を得ている。1954年、具体美術協会が結成された。人の真似をするなが合言葉。野外や舞台で作品を発表するなど、従来の美術の枠にとらわれない活動が1972年の解散まで続けられ、国内外で注目された。その具体が今また世界から注目されている。この具体のメンバーであり、西宮とパリを拠点にしている美術家、松谷武貞。1966年、フランス政府給費留学生選抜第1回毎日美術コンクールでグランプリを受賞し、フランスに渡った。S.W. ヘイターの版画工房に入門し、その後自らシルクスクリーンの版画工房を設立。彼のボンド、鉛筆、墨汁による作品は代表作として注目を浴び、高い評価を得ている。
2019年日本人造形作家でパリのポンピドーセンターで個展が開かれ成功を収めた。松谷は自分の芸術を続けてこられたのはフランスと他国の芸術に対する深い理解であったという。彼はその恩返しの意味を込めて2015年財団法人荘園を設立し、各国の芸術文筆家、出版、病院などの援助を行っている。2021年度の松谷賞は日本の映像作家である。85歳になる今も精力的に作品を作り、未来を見据え身をもってパリと西宮、日本をつないでいる美術家である。フランスと関わった兵庫ゆかりの人たち、先人たちの思いがつながり、フランスと日本との関係が深く確かなものになっていきますように。